松本さんの嫌悪はどう考えでしょうかっていう辛いこと、嫌なことがあったら俺を見ろ、そして笑え、パワー。ライブ配信を始まりました。こんばんは、ブリフダンです。こんばんは、皆さん、じゃあ一曲やりましょうか。よーおいおいおい、変だわ。なんだよ、なんだ。お呼びしますか。はい、江頭24時です。よーし、行くぞー、行くぞー、江頭です。2023年もありがとう。そして2024年はチンコは立つ年、チンコがドーン。主役も登場したので乾杯しよっか。はい、じゃあ皆さんグラスを手に、あたおかグラスを持って、はい、今年は、はい、いい一年だったんじゃないでしょうか。そうですね、はい、来年はもっといい年にしましょう。はい、乾杯。嬉しいニュースが、先ほどもう一つすごいニュースが、はいはいはい、もう飛び込んでまいりました。はい、なんともう行っちゃいますか。うん、いいですか。先ほど、うん、2023年に公開した動画、はい、全てが、はい、ミリオンを突破すると。うわー、全部オールミリオン全66本、はい、伝説の。ちょっとあたおかたちが、はい、もうこの忘年会、はい、年越しライブを見越してここで100万いかせようっていうね、すごかったね。もうすごい戦いが、はい、ありがとうございます。あたおかやるね。新年がやってくる。3、2、ハッピーニューイヤー。すごい来ましたよ。画面が紅白に負けてないよ。やりましたハッピーニューイヤー。いい年に、今年もいい年にしましょう。あたおかの皆さん、いい年にしましょう。今年の公約が発表される。2024年にやりたいこと、はい、まずはトルコに行く。おお、これはまあトルコにリベンジっていうんですか、なんていうんですか、落とし前をつけに行きます。落とし前をつけに行くと、はい、みんなと行きたいっす。S、ついてきてくれるか。はい。すごいな。やだ、やだ、そのはいだな。やっぱりちょっと真実味がない。もう何なんだよこれ。なんか逮捕されるんじゃないか。会えなくなるんじゃないか。いいだろ。S、ここまで来たから一緒に心中しようぜ。はい、彼女がいないんだ。あともう一つは、はい、エガフェス2024です。はい、
去年やれなかったからね、その鬱憤が溜まってるから24では爆発したいね。でもいろんなこの2023年の1年間で、はい、いろんなまたこう例えば辻さん出てもらったりとか、ね、これ来年につなげたいですよね。来年の星にストーリーがちょっとできてきたよね。はい、はい、そうですね。まあ新たなマドンナがねできるのかな。何でしたっけ、今東山さん一押しのあのハーフの女性ロサリオ・ケーナちゃん、ロサリオ・ケーナちゃん、はい、とかね、とか何か進展があれば、はい、そうですね。なので今年は2024年は、はい、一応まあ目標とそしてまあ公約的に近いですけど、はい、トルコと、はい、フェス2024開催と、よろしくお願いします。ということで、竹軸に、はい、他にもいろんなことをいっぱい挑戦していければなと思いますね。はい、はい。そして質問コーナーへ。はい、松本さんの検問はどう考えでしょうかっていう。どう考えでしょうか。どうか。どうならご見解で。いや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 、ホルモン。やっぱツイッターでね、はいはい、松本さんといえば江頭さんがあの変われ高知県の時に、うん、ツイッターで見合いに良かった。そう、くれた。タワレコ事件の松本のつぶやきとは、で結果略式起訴でどうなったんですか。20万の罰金でしたね。20万円の罰金、うん、なるほど。で終わった後いろんな人がいろんなコメントをくれたんだけど、週刊ポストたけしさんがちょっとそれについて話してんだよね、はあ、あともう一人、はい、俺の携帯ストラップあるじゃん、はい、あの写真を載っけてるんだけど、はい、松本人志ツイッターですね、一言ファイトって、へぇ、粋なんだよ。短いフレーズで落とすんだよ。俺と違うね。これも江頭さんもうプリントアウトして宝物ですよ。あんまないですよ。ツイッターのプリントアウトってなかなかない。ない。話は戻り。だからじゃあ松本さんのなんかあのフィギュアみたいなあれを写真に撮ってファイトって返してやるよ。お返し。お返ししてやるよ。吉田さん、特にいいことないですね。そうだね。次回ランキング、はい、はい、お、そこ行きますか。お互い全然話し合わなかったからね、これについてね。そうですね、本当にちょっとトップシークレットで扱ってるから、はい、何が1位なのか全く分かんないね、はい、じゃあどうしますか、もう江頭さんの1位聞いちゃいますか。俺は2つ、はい、お自分が1位になってほしい。うん、実際これが1位だろう。なるほど、なるほど、いいですか、はい、まずこれがなってほしいっていうのは、はい、共演 NG 辻のぞみ、これはなってほしいって思うね。あの真っ白に塗って天井に吊るされて何回もリハーサルやってバレるバレるって。いや本当はバレなかった。もう奇跡だよ。何個もネタ用意してたからよかった。あの毛がカップルだよ。じゃあ江頭さん、はい、もう1位の予想を聞きますか。はいはいはい、ブリーフダン L ドッキリです。あ あ一緒ですね。全く一緒でしたね。気に入きましたね。いや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 、これって、はい、あのいろんなとこにロケ行くじゃん、はい、そしてあたおかと会ったじゃん、はい、例えば本屋とか、
その時に必ずする質問って、はい、あなたが好きな回は何ですか、はい、で、あたおかの一番多い答えが、ブリーフ団エルドッキリだったのよ。だからもうしょうがない、俺は嫌いなんですよ、あれ削除してほしいんですよもう営業妨害だもん、ね、だけどもうこれが1位だと思いました。では早速結果発表、はい、第1位は、はい、問題作ブリーフ団がやめるドッキリ仕掛けた、いや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 、この作品は俺あんまり認めてないんですよ、ほんと削除してほしいんですよ営業崩壊なんですよ、それが言えるかー、それが L の演技力もね、来ましたよ、 L の演技力、これはじゃあ聞きますか、聞きましょう、はい、みーこさんさん、江頭さんの男気に感動した、エルさんがドッキリを忘れて泣いたのもグッときた、ヒロさん、メカちゃんの素の人間性が見られて感動したから毎日中央線を使って通勤してますが、その時に視聴して鼻垂らして少しだけおえつあげながら泣いてしまった周りから谷厚さん、悩むことなくドッキリ一択です、身内で営業妨害しているような作品であるんですが、見た人は理想の上司として選ぶであろう神回です。名言連発、何度見ても目頭が熱くなります。東屋さんのようなあたおか上司を追求していきたいと思います。最高の動画ありがとうございました。リーさん、何回見ても同じところで泣いてしまう。エガちゃんとエルさんの信頼関係が素晴らしく、エガちゃんの優しさに感動しっぱなしの回でした。M さんの感動している場面も感動して余計に泣いてしまいました。こんなにいい関係の仲間と一緒に仕事ができるなんて素晴らしいです。ガちゃんのことがますます好きになった回でした。などなどいただきました。いやーそうですねだからあれでしょ、L は本当にグッと来ちゃったんですよね、来ましたね、やっぱり仕掛けに行ったのに、はい、来ましたね、あれは台風の日にやめましょうよ俺帰りたいんだよ、本当に本当に帰りたいの、直撃してたんだよあれ東京に、もうやめましょうよ。というわけで2023年の神回ランキングを30位からご紹介。そして予想を大きく外したエルとMが罰ゲームに。お願いします。あ、来ちゃった来ちゃった。死ねて倒れてる。おいおいおい。倒れてる。倒れてる。俺が伝説を残していくから、お前ら見てろ、分かったな。